珍しく誰も犠牲者が出ませんでしたね。地獄が暇なのはいいことです。だからといって私の目の前で堂々とサボり決めないでくれません？どうしたんですか？ここの英気様らしくないですよ。あなたを裁きますよ。その後葬儀は滞りなく進み、河川さん、故障ですからお助けを。レミリアとの最後の別れを惜しみつつ、皆帰路につくのであった。霊夢さんナレーション業まだやってたんですね。ああ、50回くらいあれば神社立て直るって。割と果てしないですね。そんなんで直るなら私もやろうかな。いや、あなたたち。なんだ、あんたに言われなくてもごちそうさまならさっき言ったぞ。私の血肉になってくれた食べ物に対しての礼儀は最も重んじてるからな。霊夢さんに感謝という気持ちがあったんですね。驚きです。あなたにしては卑小な心がけではあるけど、そんなこと誰も聞いてないわ。なぜにしれっとこちら側に？神社直るまでここが私ん家。この敷地内に分社建てたいんですけど、どこがいいですか？あれ、マリサがいない。アリスさんがいたので家に帰りました。あの裏切り者め。帰れ。落ちないです。迫力楼もないんだよ。お前はこんな私らに何の慈悲も与えず外に置き去るつもりか？慈悲をこうなら神様にでも頼みなさい。あ、今私をバカにしましたね。ごめん、悪気はなかったのよ。悪気はないって何ですか？余計に腹が立ちますよ。さては普段から私のことをダメ神とか思ってるんじゃないでしょうね。私だって怒るときは怒るんですよ。他の動画を見たい方は動画の説明欄かこの画面から見に行くといいわ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってね。